して AP 日本語のクラスを取りましたか？日本に行ってから日本語を話すのが上手になりたかったですから。アニメが好きだからです。私は日本語が純粋に好きだから日本語のクラスを取りました。 AP の試験のために何をしましたか？実は私は忍者と訓練しました。マジで？はい、マジです。私はいつも時間通りに学校に来ます。はい、特にエミさん。それは質問とどういう関係だ？すいません、遅刻しました。皆さんはどこ？そう、私はいつも一枚です。そういえば私はいつも話題から引き離せない。こんなやつ。あれ、エミさん、来週コンサートがあります。どうですか？一緒に行かない？私昨日バスケットボールしました。私の、子供たちと。あのさ、それはコンサートと何の関係？子供、コンサート、同じでしょ？二人もこうですし、ラッシュ。あのさ、エミさん、昨日アルパイナル…無理、私、昨日もう行ったんですよ。昨日、もう行く前に…聞こえないよ。聞こえない。もうに行く前に、私たちは走ったんだ、公園の周りに。でも、スプリントの時、ソアンが転びました。あら、そう。ステフさんの膝はとても血が臭かったから、トイレに行ってバンデージを。絆創膏を買ったんですよ。試験の前に何か予想がありましたか？そう、試験に日本のゴミのことが出るかしら？ゴミのことが出るわけないでしょ。そうですね、その考えを捨てましょう。試験の前にどんな気分でしたか？それからその後はどうでしたか？テンションは高かったです。私は一生懸命頑張りました。試験に何か必要なことがありましたか？はい、たくさんありました。試験の前に緊張すぎて太一までやりました。そしてほとんどのコンピューターは聞かなかった。まるで神様はこの試験を取らなくてもいいと言っていた。それからリスニングの部分は大変だった。そしてマイクチェックは大変だった。Describe the city you live in. 私はニューヨーク市に住んでいます。この街はとても広くていろいろな人がいます。でも広すぎて大抵道に迷います。チェック失敗。もう一度お願いします。Describe the city you live in. よし。二度目はきっと大丈夫だ。私はニューヨークに住んでいます。アパートに住んでいて、近所はとっても静かです。木がいっぱいあります。チェック失敗。もう一度お願いします。Describe the city you live in. ふざけないでこのクソ機関。チェック失敗。もう一度お願いします。Describe the city you live in.このバカ野郎、勘弁してくれよ。試験だよ。冗談ならやめろ。
もういいでしょ。チェック、保険。その後、教室の外の様子はひどかった。面白い試験だった。そして自分の潜在能力を見つけました。日本語を習うことはすごく厳しくて、時々クラスを取るのを後悔したけど、日本語を学ぶことが続きたいと思います。私たち6人は佐藤先生のこの4年間の導きを心から感謝しています。